うわ、行くんかい。行っちゃったあれで。どうしようかな。で、そう、このミルがマジで強い。何が強いかっていうと、基本この十字リーダーって HP 倍率なかったりするんだよ。なんでここ十字組まないとやられますっていうパターンが結構多いんだよね、十字リーダー。この裏面の三振ダメージでかくて。なんだけど、そう、HP 倍率があって、耐えれちゃうんだよね。なおかつ 7×6 番目。1、2、3、4、5、6、1、2、3、あと1個足んないのか。で、リーダースキル見ます。ミルのリーダースキルが 7×6 マス。光属性全パラ 1.5 倍、回復の5個10時半減、攻撃9倍。で、今回アテナアナザーと決め合わせた。神タイプの HP 1.5 倍、攻撃4倍、ドロップ2秒延長、回復の5個10時半減、攻撃4倍。同じね、回復の10時なんだよ。で、アテナアナザーが、ドロップ操作を2秒延長あるんだよね。なんで結構このパーティー指欲しいと思うんだよ。なんで相性としてもね、すごい。で、これミル使って。時の歯車よ。よ、いいっしょ、今。ちょっと私静かにして、この、ミル確か時用だったよね。あの、本家の方。危ねえ、ギリギリだ。そう。強いんだけど、どうしてもね、やっぱり追撃問題はある。その、十字の追撃難しいよ、みたいな。まあ、でもそのための 7×6 っていうのもあるよね。普通のミルだと、普通の盤面で十字だと死にづらいけど、まあ、それも結構できちゃうっていうのが、強いなって思う。結構本当にサクサク。で、今回ね、この、読みも強いね。結構ガチパーで組んだんですよ、今回。結構ガチパーで組んで、ただ、この、なんだっけ、このキャラ。アテナナザーと組んだ時が、神タイプ対象なんだよね。で、神タイプ対象だと、無効貫通キャラがほとんどいない。光属性の無効貫通キャラ。まあ、そこが弱点というか、あれかなっていう感じする。で、このパーティーまだ強いキャラがいて、この子だね。アマテラス。これが10コンボ強化あるんだよ。なんで本当にこの盤面とめちゃめちゃ相性いいし、で、これ使っちゃおうか。で、アテナナザーのスキルが、覚醒無効を全回復。バイントと覚醒無効全回復プラス、三色陣。なんだよね。なんでこの三色陣も強いし、結構このアマテラスのやつすごいおすすめ。OK、こんなんでいいか。いや、で、これ回復全部消さない方がよかったね。回復若干取っといた方がよかった。そう、光のね、神タイプで染めると無効貫通キャラが全然いなくて、鳴神優ぐらいしかいなかった。あと、アポロン？あ、で、これあれじゃない？先生ないから L 字継続してんじゃない？回復残していきます。アポロン回復消しちゃうし、まあ、なんで、まあ、鳴神優いないとね、ちょっと無効貫通厳しいかなっていう感じがある。これ、ミルがね、超覚醒で無効貫通作れるんで、今回フレンドが7コンボ強化なんだけど、フレンドの人にね、超覚醒つけてもらえば、まあ割とありっちゃありかもしれない。うん、ここもね、読み、あと4ターンか。まあそこまでしのぎきれば。いやでもちょっと少ない、指。これ、多分倒せないです。で、今、ちょ、私今気づいたんだけど、このパーティー 2way が多いんだよね。なんで今 2way 入れるべきでした。多分倒せないんじゃないかな。多分残ると思う。まあ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 、全然、計算通りっていうか。で、これ使っちゃおうか。今、ジョイラのスキルになってるのか。ジョイラ使います。うん、今、私の戦い方見てたんで、多分、ツーウェイ入れてたら帰ってた。消せ！よー、いいね。ちょっと消してくれた。で、ここはあれします。多分ね、毒耐えれるんだよね。結構、このパーティー、全パラかな？倍率かかってるんで、回復力もそう。で、ナルカミユーも、回復の泥級あるんだよ。まあ、なんで、やろうと思えば4つ消しでもやっていける。いや、で、こういう場面だよね。この回復ない場面。一番動画の最初もそうだったんだけど、これ普通の十字リーダーならこの裏運命の三振で全然回復途切れてやられるんだよ。なんだけど、この HP のおかげでそれも可能にして全然強いと思う。じゃ、ここね、どうしようかな。とりあえず、指延長解除しとこうか。指延長解除して、適当でこれでいいかな。多分5万4000あれば耐えれんじゃないかな。こうします。OK。で、十字使って倒しに行こう。いや、でも強いね。こいつは強い。いや、これあれか。これ使って、だから6、5、11個。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あるね、ある。そう。やっぱ 7×6 って異常に強いよね。それプラスこの十字のリーダーっていう。
割とぶっ壊れなんじゃないかな。組んで、よいしょ。満たせてるかな。これで緑が落としになってるはず。1、2、3、4、5、6、7。オッケー、ギリギリ系だね。難しい。あ、でみんな今日マクファリ行った。で、すごいね、このミル。これ幕張で先行発売されてて、今もね、もうないらしいよ。本当にないらしい。すごい、なんか行った人も買えなかった人全然いたんだって。なんかツイッターかなんかで見たんだけど、やべえ、危ねえ、危ねえ。これ回復サイズダメだった。普通に見探せてた。あれ、もっと在庫残しとけばいいのにね。なんか私あんまそういう販売系のことよくわかんないけどさ、なんか在庫あり余っても、今回先行販売だから先行販売じゃないとこでも発売されるじゃないですか。なんで仮に余ったらそこに出せばいいんじゃないかなって思うんだけど、別にそういうわけじゃないのかな。だからすごい、行ったのに買えなかったみたいな。時の歯車よ。わ、いいねこれ結構このボイス好き。この進化前がさ、結構単語短いよね。時をしかないから結構喋ってくれる。 OK、 ここで倒します。オッケー、属性吸収終わったんで合できます。で、光はね、2ウェイ入れないと多分倒せない。結構2ウェイ大事だなって使ってみてか、わかった。意外とそんなにね、ぶっ飛んだ火力はもしかしたら出ないのかもしれない。組んで、いや、これ多分ギリギリなラインだと思う。倒せるか倒せないかラインだと思う。でも10個も出ればいけるか。そう、これ結構強いよね、この正月アマテラスかな。オッケー、多分今10個も出てないと倒せてない気がする。オッケー、なんでもいいよ。いい、ちょうどコンボ吸収も。で、ここなんですけど、多分従事しなくても耐えれると思うんだよ、9万あれば。で、ここは根性切りたいね。ワンチャン従事しなくてもこいつらの根性ね、ミリだからいけんじゃないかなと思ってんだけど、どうかな。ちょっと鉄砲コンボだな。 OK、 これで根性切れたら激アツ。で、このパーティーね、鳴上美優が7コンボ強化とか持ってないんだよ。なんで、これフレンドの方を無効貫通にしてもらうと、まあ、鳴上優1体でもいいのかな。なんで、そうすると鳴上優1体書いて、もう1体なんか火力出るモンスターに入れた方がいいと思う。鳴上優ね、2体入れちゃうとやっぱ火力面がどうしてもあれになっちゃうんで、OK だね。ここで、鳴上優使ったら色消えちゃうかな。いやー、激アツ。で、ここでいきます。まあ、読み使うか。パズル、そう、パズルの安心感もすごいんだよね、読みいると。これ、リーダースキルで指伸びてんだけど、それでも私、正直、ちょっと足りないなって思う。もうちょい欲しいって感じある。組んで。いやー、ちょっと下手だな。何が下手かっていうと、2A 入れられなかった。いや、でも2は関係ないか。2持ってるのアテナだもんね。オッケーだね。そうだね、当てないが逆に言うと持ってないのか。おお、すごい、さっきからちょうどっていうか、色がないんだよな、そのあれの色。ね、どうしましょう。そうか、こいつめっちゃ遅延してくるタイプか。とりあえずここも一回色呼びます。オッケー、やっと色きたね。そう、こいつわかんないけどめっちゃ光消してきたんだよね。これ無効貫通どこに組むのがベストなんだろう。とりあえず適当に組みます。組んで、ここで10、いや、無効貫通の場所が結構邪魔くせえな。はい。いや、10個も出てほしい。いや、でもあれか、無効貫通持ってないのか、アマテラスなんとかが。なんで10個も出てもそんな変わんないのかもね。いけ。いや、いいね、やっぱ、あれ今なんで倒せなかったんだ。やっぱヘッポコンボだったのかな。俺今なんで、確実に私無効貫通入れたよね。で、次はいりません。さすがにここは入れなくてもいけるでしょ。俺今なんで倒せなかったんだ。はい、さすがにこれはいけると思う。こいつ優しいよね。そう、前もこの展開あったんだけど、リミットバースト多分一旦待ってくれんだよ。めちゃめちゃ優しい。もう普通のパーティーっていうかモンスターなら容赦なくやってくんだけど、どうしよう、ここ耐久してもいいよね。お、これすごい盤面いいな。ナルカミユ使って、お、で、これ使って、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あるね。で、読み使っていこう。いや、パズルむずいな。いや、でもあれか。もう向こう終わってんだよ。時間経って。6ターンしか向こうやってこないんだよね。なんだけど、鳴神優が無効貫通2個。ニコニコで合計4つあるんだよ。なんで、無効貫通は組んだ方が火力は上がる気がする。組んで。あ、で、十字しないとダメなのか。十字忘れちゃうんだよね。で、追撃目までめんどくさ、パズル。いやー、これ回復水を通せでないか。あ、でもこれは行った説ある。いいね、10コンボも乗った。いやー、これなんでだろう。やっぱ鳴神優2体が結構デメリットなのかもしんない。いや、これ多分私がミスなんだよね。どうしようかな。これ鳴神でいます。消さないでよ、回復。 OK。 6秒か。まあ、6秒あれば組めなくはないと思うんだよね。なんか思ってたのと違うんだ。いや、強いんだよ、強いんだよ。強いんだけど、1,2,3,4,5。多分いってんじゃない、これで。いいね。いけ。やべえ。めちゃめちゃ危ない。見つかった。見つかった。おお、もうすぐ1000じゃん。